えー、議会運営委員会の席において、長野市議会の議場に国旗日の丸を掲揚しないことを求める請願等の審議におきまして、えー、この請願の文書を読みますと、自由な議論がされることを期待しているとか、さまざまな意見が自由に交わされ、議論する立場である議場、または自由に議論が交わされる場であってほしい等と、えー、文言が見えます。 そこで伺いますが、委員会審議において、議場に国旗が掲げられると、自由に議論ができなくなるといった趣旨の意見が委員の間から示された事実はあるか、お伺いいたします。ご質問でございますけれども、審議において議場に国旗が掲げられると、自由に議論できない趣旨の意見は委員から特に示されておりません。以上です。 以上で質疑を終結。え、二十二番の小泉一和です。委員長報告に賛成し、請願案をお採択しないという立場から討論させていただきます。先ほど私の方からお尋ねしましたよね。あのー、委員会の中で国旗がこの辺にね掲揚されていると、言いづらくてしょうがねえというような意見が実際に。 出たのかとそういう意見は出なかったということでした、でね、請願を見ていくと、だけどそこをね、心配していらっしゃるんじゃないかっていうところがね、結構あるんですよね、この請願文書表を見てくると、自由闊達な議論が阻害されるんじゃないかってところを心配なさっている市民の方がいらっしゃる、だそれは明白にね、そうではないんだということを私は申し上げたい。仮に、ね、だご親営があったったて ここにまあ市長がいるけど、市長には遠慮しないでわれわれズバ言いますし、安倍首相がいたって仮にいたってそうですよ、だからどんなことがあったって、市民の利益を守るために、議会の議員は言うべきことはきちんと言う、それは皆さんのね共通した職業意識であり、職業規範だと思います、だからその辺は市民の方々も休んじていただいて結構だと思います。 であの私この議論がね去年出た時もあの非常にいい討論があったんで今日もそういう討論があるのかなと思って期待してまいりましたけれどもでその時ね自分もやりたかったなと後から思いましたただ今日はやろうと思って、えー、討論立ちますで日の丸は誰のものなんだろうってねその時は私は考えましたで今回の請願もで昨年出された日本会議の 長野市議会の議場に国旗および式の掲揚を求める請願もこう日の丸の国旗の掲揚ということではなくてねその日の丸を枕言葉にして政治的主張を訴えるということに主眼があるように思えて仕方がないですで去年の,その長野市議会の議場に国旗および式の掲揚を求める請願の 日本会議長野北信支部のメンバーの方が参考人招致されてその、えー、傍聴もしましたけれども尖閣諸島等をぐり日中関係が緊張している今、えー、国旗のもとに国民意識を動員すべきだとかね、えー、自虐史観から解放されるべきだとか議場に形容された呼吸をテレビで映していただきたいみたいなねそんな趣旨の発言が延々続きましてこれは私の 思思想ととは全く違うなというないいをその時感じた覚えがありますただね、請願文そのものにはそういったことは書かれていないんですよね。まあ、請願文に書かれているのは、国旗への敬愛の心情を養うというその一点であります。だから私はそれについては賛成いたしました。ただね、この日本会議ですけれども、政治的に日の丸を、ね、利用するということはあっても、 本当にそれが日の丸の経緯に通じていないんだなということは私、そのとき感じました。で、同じように今回、請願出されてきてますけれども、ちょっとおよそね、ロジックとして理解できない、そんな請願も中には失礼ながらあります。例えば先ほどどど討論者がおっしししゃられれれましたけれども沖縄のの話ねこれどうして日の丸 沖縄戦が悲惨であった、琉球処分以来ね、沖縄の方々、非常な苦労をなさっている、そのことは私も存じていますし、そのことには心を寄せるものではあるけれども、そのことと長野市議会に日の丸を掲げてはいけないということとどうリンクするのか、それがよく分からない。で、ー同様にね、アジア太平洋戦争においては、えー、なんかアジア侵略がなされた、まあ、そういった事実はあったのかもしれない。だけども長野市議会にに今の時代にね 国旗を掲揚しようというお話とどうリンクするのか、だか国旗そのものよりもね、そういった政治的主張をなさりたい、その機会として捉えられているんではないかということは、日本会議と同じだなという思いで私は見ておりました。でね、日の間が一体誰のものなのかということなんですよね。これは特定の政治的主張を日の間にかこつけておっしゃられる方々のものではないということは明らかでありますももちろん国民のものです。 で日の丸というのは中世以来用いられている日本固有の文化であってそれだからこそ国内外の敬意の対象となってきておりますで日の丸は歴史の中で国旗として定着しておりまして日本国民が自ら日の丸以外の旗を日本国旗とすることは今さら現実的でないのは申し訳るまでもありませんで実際、請願なさっている方々もね国旗は日の丸だということは認めていらっしゃる でこの請願文書表を見ますと、まあ、例えば19号の請願は国旗日の丸という表現を使っています、それから20号も国旗日の丸という表現を使っている、それから21号も国旗日の丸という表現を使っている、そして24号も国旗日の丸という言葉を使っています、国旗、国の旗であるのは、ね、公共の場所に掲げられるという、そういう用いられ方が前提となっていることは明らかなんですよ。 だ日の丸は国旗として認めないから掲げないでください。そういう論理構成なら分かりますよ。国旗として認めるけれども、事情という公共の場に掲げないでくれというのは、これは矛盾していると私には思えてしょうがないです。で日の丸の下で日本が戦争をしたというのは事実です。しかし、今では、ね、国際緊急援助隊が派遣されるときも日の丸の旗を掲げていっているわけです。で日の丸はいろいろな使われ方をしてきました。 でどんな使い方をしたかというのは、責任あるのは我々日本国民なんですよねで、日の丸の側にその責任を押し付けていいものではないと思います。で日の丸の見方にさまざまな見方があるんだとすれば、それはそのもとに我々日本人へのさまざまな評価があるんであって、それをどのように受け止め、またあるいは克服していくか、そういったことに責任を負うのは我々日本人の側です。 日の丸に責任をわしちゃいけないということですよ。われわれがその時のきの国際世論から、あるいは日本国民からね、どのように評価されることがあっても、日の丸っていうのは決して下ろすべきではないと私自身は思います。日の丸を下ろしても、何の問題も解決しないし、何らかの信頼を得られるものでもないと思います。あ例えばね、あの民間の話で、危険な話で恐縮ですけれども、 なんとか印の牛乳が不祥事出しちゃったから、なんとかミルクにして、トレードマークも変えました、でそれで、それが良いことなのかどうかっていうのは、必ずしも私は良いことだと思いません、むしろね、いろいろな経緯がある日の丸を、これからもずっと私どもはしおって、そのもとで責任ある態度、責任ある政治を行っていくんだということの方が、諸外国からも。 また日本国民からも信頼を得ることになるのではないかと考えておりますで日の丸を、ね、そうやって政治的に消費し、すり減らすということはそろそろやめていただきたいと思います、左右の対立の道具に日の丸をすることはやめていただきたい、そろそろ国民の素朴な敬意の対象として、ね、掲げることを許していただいてもいい時期だと思います。 その場として長野市議会が使われるのであれば、それは決して悪いお話ではない、私はそのように受け止めます。議会は国に従属するものではありませんけれども、長野市議会というのは国の下部機関ではないですけれども、日本国憲法、あるいは地方自治法、こういったもののもとで運用されるべきであるのは明確です。日本国憲法の掲げる価値規範。 基本的人権の尊重、民主主義、こういったものにわれわれは恥じない議会運営をしていかなければいけない、日の丸の下で、国家の、ね、象徴としての憲法の象徴として、あるいは地方自治法の象徴としての日の丸の下で、われわれの議会がそれに恥じない運用をしていく、そういった意味で国旗が掲げられるんであれば、私はそれに賛成したいと思います。以上です 以上で討論を終結いたします。採決に入ります。採決を行います。委員長報告のとおり決することに賛成の職人の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって委員長報告のとおり決しました。